YouTube で年収5億ですか。そうですね、計算してみると、例えばね、30万円の商品を YouTube で売った時に1000人が買ってくれたら3億円ですよね。これが一人でできちゃうのが YouTube だと思うんですよ。でもちろん私もそういう部分を体験してきましたんで、これから YouTube を外すっていう選択肢は生きてる限りないですね。ビジネスをするんだったらますます YouTube ですね。それは吉谷さんと答えをいつにしますね。でちょっと私のね、店舗を運営した時のことを振り返ってみたいんですけども、だいたい平均で10人ぐらいで私のお店麻雀店を回してたんですよ。まあ少ない時もありましたけども、少ない時でも7人でしたね。で多い時ではね、26人とかだったんですよ。シフトをかなりこう入れてましたんで。で10年間やって平均10人で回して、10年間でね、出た売上が3億円です。で3億円は利益かっていうとそうではなくって、逆に3000万円以上のマイナスなんですよ。10人がかりでやって3億円売り上げて3000万のマイナスなんですよ。これどうなんですかね、店舗の運営としては。で私の店舗の運営のレベルっていうのはそんなもんです。でもそのレベルと同じような形で私が YouTube に飛び込んだ結果どうだったんですかね。30万円の商品が少なくとも1000名以上の方に売れてっていうね、それを一人でやってるわけですよ。まあ、それができるのかなと思うんですよね。で私がね、なんでインターネットビジネスに今フォーカスしようかと思ったかってことは、まあ今までも再々お答えしてきたんですけども、やっぱりね、動画の効果が高かったんですよ。まずはあの無料動画をたくさん見て、その動画のファンになって、で有料プランがあるってことを知って、その有料プランの塾に入る決断をしたんですけども、プロセスとしてはその販売してる方とか出演してる方に一回も会ってない状態で勝手にこちらから信頼関係をね、持ちかけていって、勝手にこちらの方から申し込みフォームにクリックしてもう買うしかないとか決断したわけなんですよね。誰にも頼まれてないんですよ。で自分の求める方向に進んでいったんですよね。で一言で言うと心をつかまれたってところなんですけども、確かにね、心をつかまれたんですけども、まあ、もしかしたら仕掛けたのが吉谷さんだったのかもしれませんけども、申し訳ないですけども、高いレベルの動画っていうのは特にありませんでした。画像もそんなに綺麗ではないですしね、昔のことなんで。それから編集も特にしてませんでした。で動画もなんか1時間ぐらいで長かったかと思います。でなんかね、最初に購入した動画っていうのは確かね、何千円とか1万円とかあったと思うんですけど、私が覚えてる中では合宿の動画だったんですよ。合宿の動画が、まあ1万円ぐらいで売られてて、それを買ってみた、9800円だったかな、買ってみたんですけども、ベタ撮りです。画像も良くないです。光もそんなに当たってなくって暗いんですよ。で言ってみれば、一人で言って、一言で言ってみればしょぼい動画でした。しょぼい動画だったんですけども、話してる内容に1万円以上の価値があったんで買ってよかったなと思いましたよね。画像だけ見たらなんだよこれはって話ですよ。でそれまで私はね、ちょっと下世話な例ですけども、水着の女の子が出てくる動画なんて買ったことなかったんですよね。その私がおじさんが喋ってる動画を買ったんですよね。で水着の女の子が出てくる動画は3000円とかね、 DVD とかヤングマガジンとかで売ってるわけじゃないですか、ああいうシリーズ でそういうのは一切買ったことがないです。でもなんか暗い部屋でおじさんが話してる動画、おじさんって言っても20代の方ですけどね、話してる動画、これは3000円とかではなくて1万円とかね、時には10万とか20万するわけですよ。それを買ってお得だって感じてるわけなんですよ。でそこを私はね、自分の心理をその時に、まあ私なりに分析して、これが起きるのが動画のパワーだと思ったんですよね。これが起きるからインターネットのビジネスなんだと思ったんですよ。リアルで店舗をやってても売上とか利益を上げるのは非常に苦しいです。一人のお客さん来店していただいて3000円使っていただくために1万円会社を使わないといけないんですよ。でその方、3000円を使った方が何回か3回以上来店してやっと元が取れる状態なんですよ。そのぐらい新規さんっていうのは来てもらうのにお金がかかるんですよね。で常連になったらはっきり言ってぼったくりっぱなしです。常連さんは一番ね、お店に貢献してる人からはもっとね、あの店ってのは仕掛けによって、利益を吸い上げるんですよ。で一元さんとか、まだね、来店頻度が低い人にはものすごくサービスするんですよ。巻き絵をするんですよね。で大体は巻き絵をしてそれを取られていってもう来なくなっちゃうということで損切りっていうかね、含み損が確定するわけなんですよね。だから常連を作るのって非常に難しいんですよ。コストがかかるんで、時間もかかるんで。でも動画はどうでしょうか。コストかかんないんですよね、時間もかかんないんですよ。一回動画を撮ってバーンと流しておけば、あの視聴者さんが勝手に探して再生してくれるからなんですよ。だからこれはね、本当にすごいなと思いましたね。でしかもね、もう一つ気づきがあって、これも使おうと思ったんですけども、1万円の動画を販売するときに特典をつけるんですよ。どんな特典がつくのかなと思ったら、
簡単にお小遣いが稼げる動画10点、総額トータルで120分分の動画をお付けしますみたいなね、3時間分のセミナー1万9800円で売ってたものを無料特典みたいなのでつけるんですよ。で特典がバーッとね並ぶんですけども、それも動画なんですよ。だから本編のコンテンツが動画ですよ、付録も動画なんですよ。だからなんかすごいお得感があるんですよね、動画っていうのは。それ今でも変わんないんですよ、動画ってものすごくお得感があるんですよ、買った方としては。だから動画に10万払っても高いとは感じにくいんですよね。繰り返し見れるし、その動画から学ぶものがたくさんあるからなんですよ。で、そのね、究極はその動画で喋った内容を逐一覚えて同じように話しても同じ効果を拡散することができるんですよ。それは私が一番最初に、動画を見てね感じたことで、そのまま実践してるんですけども、10万円儲かる方法が2万円で売ってたとしたら人って買いませんかっていう風な動画だったんですよ。で確かになと思ったんですよ。で2万円で買った10万円儲かる動画、確かに自分で実践したら、あ、本当だと思ったんで、同じようなセールストークでね、それこそビタ一問一語一句違わないような形でトークをしてですね、で10万円儲かる方法が2万円で売ってたら買いませんかってことで自己アフィリエイトの方法を売ってったわけなんですね。それからというもの、私の速稼塾ってのは初期の頃ってのは全て購入した動画をもう覚えて同じように身振り手振りで再現するだけが私のコンテンツでした、種明かしとするとね。だから完全に動画コンテンツを購入してそれを自分なりに解釈したものを同じような言葉で喋ってるだけだったんで、本当にコピーしたんですよ横流しですよね。これが効くのが YouTube なんですよ。というのは私が購入したあるね、T さんって方がいらっしゃるんですけども、 T さんって方が出てた動画を私買ったんですけども、その T さんのことを知らない人で、なおかつ私のことを知ってる人には、その私が T さんの動画を再現したものが新鮮で第一情報で映るわけなんですよ。で T さんって方がもう日本国全員がね知ってるぐらいのビートたけし並みの有名人だったら、私が喋ったことがね、それビートたけしが言ってたことだろ、受け売りだってバレるんですけども、ことねインターネットビジネスの世界で有名な人でもそんなにね知られてないんですよ。ですんでそういった教材を買うってことは同時に私の資産を自分の中に貯めてることなんですよね。だから10万円で買った商品が10万円以上の利益を生み出すネタになっていくってことなんですよ。これがだから情報ビジネスのすごくいいところだと思います。ですんでね、この動画を見ていらっしゃる方も、例えば私の動画とか吉谷さんの動画がためになるのは面白いなと思ったら、同じことを喋りながら誰かに発信すれば、別の人もね、あなたに価値を感じる可能性が非常に高いんで、情報ビジネスってのはすごいなと思うんですよ。そしてシェアっていうね力ですよね。どっかでいやいいなこれとかね、発見があるな、気づきがあるなって思ったことを、自分が今度はシェアボタンを1回押すと、ファンの方はそっちに行くだけなんですよね。簡単ですけども、シェアボタンを1回押すとそっちに行っちゃうんですよ。だから集客に協力することになるんで、シェアボタンってのはもったいないんですよ。お手軽ですけどもね。でそれをするぐらいだったら、その元ネタのことを自分なりの言葉で伝えていって、自分が第一情報発信者になればいいんですよ。そうするとファンっていうのはこっちに来るんですよ、こっちにね。でそうやってできたのが速稼塾のスタートだったんですよね失礼しました。ところでね、その頃私の殺し文句があったんですよね。私はインターネットビジネスの広島で一番詳しい人間なんで、答えられないことはありません。ですんでどんどん挑戦してどんどんつまずいてくださいと。でつまずいたことを私に語りかけていただいて、私が全部あなたの代わりに解決します。で私がどうしてもできなかったら、私は東京にこういうご縁があって、その方はもっと詳しいんで、その方に回答を求めたものをあなたにお渡ししますって感じなんですよね。だから Q&A の横流しをね言ってみればしてたわけなんですよ。そうやって強い信頼を得ました。私にはその知恵袋があるから大丈夫ですよって感じですよね。まあ、ぜひね、インターネットビジネス躊躇してる方、そして YouTube のネタがないって方、ネタがないことはありません。Yahoo 知恵袋見てってください。世の中のありとあらゆる悩みと、そしてそれに回答した例が無数に存在しますんで、あなたも情報を通ってことなんですよ。YouTube やってみましょう。それでは。